サトシとひろゆきの2人はプリキュア違う、バリ型テレビ外伝、今日でですね、ボリューム3、はい、3回目ということ で、しかもですね、ちょっとカメラをあっちの方に振っていただけるとスパーリング中です。スパーリング中にもかかわらず収録をやっている、はい、こののほほんとした2人、はい、これでこんなんでいいのかという話なんですけれども、はい、なんとですね、今日は夏野菜いただきました。いただきました。お母さんたちが、なんと利休君のお母さんたちが野菜を作って販売してあるということで、ありがたく夏野菜をいただきました。はい、これを変なことに、まあ、いや、いかん、YouTube の、あの、あれに引っかかってしまいますよ、引っかかりますよ、ダメですよ、もう、田中さんたら、もう、僕ですよ、いや、あなたですよ、もう、拾い切ったな、いつもの感じ、いつもの感じです、今日はですね、あの、もう人の工事、工事新住がですね、なんとワクチンの第2回接種ということでですね、はい、はい、本当にワクチンなのか、それとも、サボりですか、ワクワクするところに行ってるのか、ち、がワクワクするところに行ってるのかわかりませんけれども、2回目のワクチン接種に行ってるということで、今日は新住浩二さんはお休みでございます。はい、ということで、ちょっとここで宣伝いいですかね。はい、ちょっと皆さんこれを、なんと春日の方でも、まあ体験会ですかね、が、あの、開催されるということで、7月のですね、28日水曜日19時半から21時半、場所はですね、春日東中学校の武道場ということとですね、もう次の週のですね、8月4日、今度はですね、春日市大谷にあります春日総合スポーツセンターの柔道場、これは時間はですね、19時から20時半までということで2回、まあ、ちょうど夏休みでもありますし、まあ、ちょっと充実やってみようかなと、暇だなと、ゲームばっかりしてて俺こんなことでいいんだろうかと、もしあなたがですね、夕日に向かってまなじりをキリリと上げて人生について悩んだらですね、はい、ぜひ柔術を始めてみませんかということでですね、自分でも何言ってるか分かりませんがフォローしろよ、フォローしろよ、ひろゆき、早かったんですよ。はい、ブラジリアン柔術のですね、お子さんたち、ぜひぜひ夏休みいい機会だからね、はい、運動をやるにはいい機会ですよ。汗だくになりませんか一緒に、7月の28日、8月の4日、はい、2回ね、あの、春日市の方でありますので、詳しいことはですね、パラエストラ中川のウェブサイトとか Facebook ページとかでも告知されております。ぜひぜひ見てくださいということで、熱いスパーリングが繰り広げられる中、のほほんとお送りしました。サトシとひろゆきの2人はプリキュアでした。あ、バリ型 TV 外伝でした。で、はい、はい、またいつの日かまた会おう。さようなら、さようなら。